量結構ありますよね。ある。3段階あるんですよね、これ。うん、進んでる。なんかこう、エアスプレーみたいな、こう、スーツするやつあるでしょ。はい、なんとこれがいいかもね。あ、スタートに。それつけて。あ、でもなんか、風が強いとあんま関係ないかな。この風が吹っ飛ばされていく。あ、歩いてる時とかがいいですかね。あ、そうかもね。うん、これでも結構子供に借りてきたんで。いやいや借りて貸してくれた。ね、お姉ちゃんの方ですか。いやいや、息子の方。息子の方にちょっと貸してよって言ったら、うん、みたいな感じで。いいよ、つって。私は本当バカ売れです、それは。ね、これもうヒットしますよね、うん、これ。しかも充電式だしね。はい、昔、丸山茂樹さんが、はい、東急ハンズで、傘にあの扇風機ついてるやつあるじゃないですか、はい、知ります？知ってます？あれを試合で持ってきてて、うん、一時期みんな流行ったんですよ。それが流行ったんですか？でやっぱメーカーの名前が入ってないから、はいはい、ダメだってなって、はい、つけれなかったんだけど、はい、もう暑すぎてみんなそればっかり傘させてたんですすごい。いやもう僕らがプロゴルファーのしたら、はい、日本オープンは日本最高峰の試合なんで、はい、いやもう絶対取りたい試合なんですよ。一生のし取れたらもうそれで満足くらい。そうですね。もうそれぐらいの価値はありますね。さっきまあナショナルオープンなので、うん、はい、もう全世界選手は自分の自国のナショナルオープンっていうのをみんな大事にしてるんですよ。はい、今の若手がどう思ってるかは知れないですけど、はい、まあ、僕らの世代からしてみたらやっぱ日本オープンをぜひ取りたい、それぐらいやっぱみんな気合が入ってるんですよね。だからそういう大事な試合です。止まれ。大丈夫よ、シックスダウン。今負けたらもうアップドーミーになっちゃう。こっから巻き返します。なねえ。ねえ。まだ終わってない。終わってないね。はい、あ、次パー5っすか。パー5っすね。はい、パー5。ゴルフはいかにこうパーオン率を上げる。はい、もうそれが大事。じゃあパーオン率をじゃあどうしたら上がるのって言ったらフェアウェイに置くしかないじゃん。はい、で自分の好きな距離に残すしかないのよ。はい、そこを求める。だからもうグリーンから計算していくのよね。うん、こっちから計算するから難しいんだけど、グリーンから逆算していくのもゴルフ。うん、どういうふうにしてこのホールを簡単にパー取れるかとか、はい、いかに楽にパーを取るかを作っていくのがゴルフ。はい、自分にストレスをかけないように。でもトッププロになればなるほど逆算してきちっとこうその距離に打っていって乗せていくっていうのが大事。
OK だと思う。おお、振った振った、ちゃんと振った。今のなんかもう手が。うん、まあ例えばの話、今のちょっとドローかかんなかったけど、あれでも全然いいからね。うん。うん、あれ、こんな跳ねるの？練習にはいいですね。切れないか。ナイスイーグル。みんなで、うん、普通に打った低い精度。飛び落ちたな。何ですか？レグ。嫌いになったらあんな球ばっかりで曲げたくないで。おお、おかしいっすよ。ちょっとおかしい。あんなずるいっしょ。うますぎっす。うまいの測ってるんですけど、もちろんうまい前提でもちろん見てるんですけど、うま、ん、すぎっす。ちょっとビンゴルの世界に入って、本当簡単ゴルフが。ゴルフはできれば簡単なんです。できるから言えるだけですからね。皆さん勘違いしないですよ。できる人しか言えませんからね。そのできるできないは練習次第。そうですね。どういう練習をしてきたか。簡単にはできないけどね。小学校の時から毎日1000球ぐらい打ってたからね。しかももう土の上から打ってたから。土の上、マットの上からとか打たせてくれなかったのよ、親父が。え、土の上に線引いてボールを並べて、線の先をこうハーフが取れないとクラブで頭叩かれるんです。え、今じゃダメです。それをもう小学校の時からこう連続で打ってた。うん、
終わった、終わっちゃったよ。じゃあここからどんな勝負するの？教えを請うだけです。純粋に教えを請う旅に変わります。はい、まだ前の準備聞こえます、うん、はい、皆さんこんにちは。小田孔明さんとのバトル今撮影してきたんですけれども、帰りに小田孔明さんからよかったらプレゼントあげるよっていう風に言って、小田孔明さんのスポンサーのものをいくつかもらったんですけれども、これは小田孔明さんファンにあげた方がいいなというものがいくつかあったので、それを視聴者プレゼントにして渡しします。1つ目、本間の帽子、ちょっとおしゃれ本間で、なんでこれが小田孔明さんグッズなのか、まずプレナス、スポンサーのプレナスさんね、キャップ、これが入っている。あと小田孔明さんの67番、これ何か知らないでしょう。6月7日生まれだからそうです。で、まあ数字もね、毎回5アンダー取れば優勝できるからっていうので全部67にしてるんだそうです。これを1名ずつ。次、これも小田孔明さんグッズ、これもワンダース、スリクソン、Z スター、前なんかダンロップだったのかな、で今もダンロップのボール使ってるらしいんですけども、はい、孔明って書いてあります。わかります？孔明って孔明って入ってます。小田孔明さんの名前入りのボール、スリクソン Z スター、いいボールですよ、これ高いボールですよ。これが2ダースあるので1ダースずつ、まあ、4名まで行きました。次、これですね、小田孔明さん福岡の方、九州の出身で福岡の方なんですけれども、本門という、ブランドのベルト、これを1名です。はい、まだあります。はい、小田孔明さんが使っているエリートグリップのグリップ13で1セットを3セットを1、2、3名にプレゼントします。豪華。さらにプレナス、弥生券とホットモットお食事券500円券10名にプレゼントします。リンゴルフのいつもの概要欄にありますので、その応募フォームから応募してください。小田孔明さん、ありがとうございました。また出てください。